マジで撮って。今聞きましたか、わちさん。聞いた。めちゃめちゃはっきり男性の声、人いるって言うぐらい、マジでめちゃめちゃはっきり。ちょっと待った、これ撮る。マジではっきり。それどっから、どっから廃墟。そう、廃墟から。ほら、から今も今あのマジで、あの普通に男性の声、あのどういう風に聞こえたかって言ったら、おいみたいな、うんうん、こんな感じ。まあ住んではないと思うよ。まマジで廃墟。おーおーおーおお。あ、これ川内さん。何今キッカー工事みたいなことしてる。はい。シンバルキックみたいな。失礼します。これマジで今 こっちの方面なんですよ。誰かいます？いるんだったらお声掛けいただけるとありがたいんですが、いるわけないよね。入りはしません。入っちゃダメですよ。はい。うん。うわ、家。え？今しかも女性の声。家。見てわかるとおり、これ霧がすごい。マジで。ちょっと霧強くなってくる。いや、これここの廃墟もまあまあやし。うなり声。あの普通に声。まあ、残地口もめっちゃ気持ち悪い。とりあえず母さん、うん、オープニング撮らな終わらへん。今の声は、ね、マジで、あのほんまにおいとかじゃなくて、おいみたいな、こんな感じの。そう、あの位置からで今平行きました。こいてない。もしかしてこいてない。今はこいてないよ、はい、もういいです。とりあえずトンネルのあのね、あんまりあっちの方行くと今度風の音がブワーって入ってくる。ここにしましょう、うん、ちょっとね越した方で、ね、ありがとう、はい。LOL クリエイターズの何はいはい、 LOL クリエイターズ心霊検証のお時間です。ドドン。はい、のっけからあれやこれやと、なんやかんやと、まあいろいろありますけども、まあいろいろあるで片付かへんよこれ、うん、めちゃめちゃ声してるっていうか、あの今年一はっきり聞こえた男性の声が。まあ、3連休なんでね。3連休関係はない。いるんじゃない。とりあえず本日はあのスーパーバイトリーダーの川内さんが参加していただけるということで、今日シフトが空いてたということで。久々ですね。はい、もう来ないもんだと思ってました。うん、僕は。まあ LOL クリエイターズのスーパーバイトリーダーですから。ですって。はい。降格したって聞いてました。はい。なやったら首入れてました、はい、沖縄で、はい、まあ、だから願ってもねって思う。最後のチャンスということでね、今回参加いただいてるわけですけども、チャンスって何のよ、はい、ということで、まあ、今日はここですね。まあ廃墟じゃないんですけどね、目的の場所は。そこちょっとたまたまあって、たまたまなんか見たら、たまたまなんかちょっとありそうだなっていう。あのマジでここ許可取りしなくていいよ。まあまあすごいよ、あの気配。うん、まあ、ただここじゃないんですけどね。ちょっと我々来た場所は、この隧道、月折れ隧道ですね。さっきが月隧道言うてたら、あの機嫌な顔ずっとした。読み方が違うと。そうもうね、読み方一つもわからないわけですよ。でもなんか、ね、天さんの読み方なんかコメントで突っ込まれてる。一旦こと言うね。いやいや、あれはね、だからあんたたち分かったの？そしたら分かんないでしょ。僕に漢字を求めるのがそもそもおかしい。そんなもん、あの椎茸とキノコの区別もつかない大阪メガネにどうのこうの言われる筋合いないわけですよ。あれは椎茸や言うてね。どう考えても椎茸とキノコってキノコですよね。何を言うてんの。求めはい、ということで、こっちもやしかも、はい、突っ込まれて、まあここですね。この先行くとですね、まあ、かの有名なあの袋田の滝があるという。かの有名な、はい、かの有名な、僕知らないですけど。僕も知らない。で、一応この上を
通るのが新月折トンネルっていうことでね。でこっちがまあ旧道ですってことで、まあまあなんか明治時代に作られたみたいです、このトンネル自体は、うん、でまあまああの海から内陸にまあ海産物とかを運ぶまあ要所だったんじゃないかな的な。でなんかあの車で昔こう通行してた時は一人しか乗ってないのにトンネル出る時に後ろの後部座席の女の人が乗ってたとかですね、まあ、そういう曰くはちょこちょこあるんですけども、ここはですねとある方から DM をいただいて僕がちょっと行っても面白いかなっていうことで来ましたと。撮影前から面白いの、そういう意味で言うたら。でここは女の子の霊が出るらしいです、その方曰く、うん、まあ確かに女性の声で、まあ、女の子子供子女の子、うん、あまあ 4,5 人で行ったみたいなんですけど、トンネル歩いて渡ると後ろに落ち武者みたいな霊が見えたと、うん、まあ、要はザンバラみたいな毛をしたおじさんがいたってことね、うん、そうですね。まあなんかあの気づかないふりしてたんですって、うんうん、見えたのに。そうで、そしたら今度理解不能な音が聞こえてきたと、うん、耳鳴りがしてきたと。そこで今度前を向いて歩いてると真っ赤に血で染まったようなワンピースを着たびしょびしょに濡れた髪の女性が話しかけてきたと、うん、これ全部トンネルの中であったみたいです。まあ確かにあのびしょびしょっていうかすごい水や、うん、その女の子の霊がなんで出るかみたいな、それはわからない、わかんない、はい、ただ多分話しかけてるってことは何か訴えかけてるっていうことで、今回ですね我々はその女の子が何を問いかけているのかを確認しに行きたいなと思います。ガチさんがね、はい、さっきこの人自分で動画をされているけど、うん、生じ超えるって消しました消しました、はい、あのまあ僕も聞いてたんでまあ証拠はあるんでね、はい、あなた一番カットされてる、あのあなたカットされるといろいろ支障が出るのよ、あのメインで一応撮ってる人だから、わきゃー言うからね。いやでもそれがいいんですよ、ほんまはこんな心霊スポット頭おかしいんですよ、まあ、普通はね裏を言うと普通の人が来たら、うん、もじゃげみたいになるでっていうそれはそうですよことなんですよ、だけどだからいいんですよそれで。いやもうこれ河内さんは残された道はやっぱり一般大衆向けのキャラクターとして頑張るか、それとも庄司超えるかどっちかしかないっていう、そうそうそう超えよう分かった分かった、今皆さんこのシーン使うから、ここ月井トンネルは月井じゃないけど、河内が一人で検証します。いやそれいや結局さでもそういうことよね、はい降りてもらいます、降りてもらって待ってるわ、僕は恋したって言っときゃいい、寒いファイナルで待ってますで、ごめんなさいごめんなさい、もうやろうやろうやろう、もう用意してやろう本当に。ということでまあ3人で揃うのも久々ではございますが、まず1軒目になりますんでね、このあと5本撮りなんで本撮り、本日もあ元気よく張り切って出会いに あ行きましょう、5本って聞いてました、あーもう腹立つし5本っていうのは聞いてへんけど、あの今こっからこの時間でどうやって5本回ろうとして、そうあ、ほんで巻きや言うてね、あさっきことここで声する言うてね、もうええねん今グー言いました、今グー言うて、どこで腹鳴らしそうねんって、早い取ろう、もう早く帰ろう、早く帰ろう、お腹鳴ったり、本日も中村が選んだ月井トンネルだそうです。もういいよ、ツッコミすらしないよもう泣いてましょう今女性やけど、まあ一旦置いといて、ちょっと待って、うなってる、ちょっと待って、ガンマイク抜けて、めちゃいや、ちょっと待って、普通に2番手のこと反響かこれ、いやあ違う、反響じゃない、この帰りじゃない、多分拾わない、もう風が、え、ちょっと
ちょっと待って、また今、川田さん、後ろちゃいます。前、普通に今、男性の話し声ずっとしてたよ、マジで。まあ、とりあえず行きましょう。僕、ちょっと言うていいですか。ここかなり、まあまあレベル高い感じるってことですか、いつもの。いつもより。ていうか、多分感覚的にこのまま進むと、ほら、今のは、まさに、子供っぽい声。っていうか、これ、このまま進んだら、感覚的に前後囲まれるパターンですよ。そうそう、だから俺後ろの方が気になってて、いやで前、今のさっきの声の聞こえ方からしたら一人二人じゃないから複数人ですよ、完全に。これ手彫りよね、やっぱ手彫りっぽいをコンクリートで押さえたみたいな、うん、まあ固めてモルタルで吹き付けて。まあやっぱりね、本当に怖い場所は落書きがないんで。ここは全く落書きがないトンネルです。これなんでこんなえぐれてんの、これ。こうえぐれてんの。あ、多分なんか配管入ってるから、これこそ電線の元跡か。こう。ちょっと待った、今。後ろ、今のは確実に女の子が女性やけど言うた言葉は寒いの。寒い、ま、間違いない、寒いのって聞こえてきた。後ろ、風がほんと止まないんですけど、もうほら、騒がしいな。いや、お化けがね。これコウモリですよね。え、ちょっと待って、これコウモリですよね。マジでコウモリですよね。あ、ほんまや、捕まってる。すごっ、コウモリや。コウモリは気をつけてください、めちゃめちゃすごない、なかなか見れないです。こうやって寝るんですね。ちょっとこんなシーン撮れないから写真撮っとこう。こうした、まあそれだけ人来ないんだろうなってことなんですか、うん、待って、ちょっと、ここ通る理由がないんですよ。そう、今まさにそれ一緒のです、ね、ちゅうか一人二人じゃないのは分かった。後ろと前にいるのも分かった。その前にどのラインにいるのかが分からへんから、今もしかしたらここにおるかもしれんっていう、ここに、うん、女の子だとするなら後ろからですよね。ついてきてる感じが。その鳥はどこから出てくるやん。いや、このトンネル騒がしい。いや、騒がしいけど、まあ、僕はちょっと、まあ、今、火を解放してるんで、よくわかるんです。まあ、多分ね、庄司さんと勝さんに聞こえてない何か、僕は聞こえてるような気がするんですよ。今、火を解放してるんで、僕。末田さんと話して、なんか変な気を起こしてきてません？開花した。ああ、でも分かります？もうこの辺からちょっと静かになってるんですよ。ちゅうかさ、マジで話し声すんねんけどさ、前から今度この状態なんで誰もいないんですよ。いや、しかし綺麗だな、これ。なんか昔信号機ついてたらしいですよ。すれ違えないから交互通行になってた。そうそう、だからなんか清滝みたいな話ですよね。ああ、なるほど。これさ、そこからまたトンネル風景変わってない？こっから一段と古なったみたいな。まあ明治ですからね。あ、そうか、明治にできた言うてたんか。そう、明治にできたが、まあ、明治大正昭和平成
ちょっといや、なんか珍しく集中してるな。良くないって何回も僕言ってるよね。いやいや、珍しく集中してるなと思って。邪魔しちゃいけない。あっちが話し声聞こえるんですもん。だって僕がなぜね退いたかって言うたら、ここに白いこれぐらいのボールみたいなが、うん、こういって河内さんのこの辺でスッと消えたんですよ。なんかね、ここでこの辺でここで行ったじゃないですか。あ、ここら辺に気配感じたんですか。そう、その辺でいた時にこの辺をこう通過していきました。僕それを追っかけてたってことですか、気配。それを見えた瞬間に僕は中村のとこにいてくるくるしてるから、そのまま後ろに下がる。これでもここからなんでこんなになんか劣化してるというか。劣化じゃなくて、これちょっと染みてる感じじゃん。うん、これ陥没すんのじゃん。じゃん、まあそういう意味でも危ないのかもしれないですよね、この感じね。なんか染み込んでる感じがします。書いてあるから修理しないといけないみたいなのはあるんだけど、ちゃんと浮きって書いて浮きになってるわ。だからこれやっぱり修理しようとしてるのかな。あ、補修。いや、僕はなんかずっと気になるのは、声したのはこっち側からなんで、その人たちがどこの地点にいたのかっていう。で、今ないんですよ。なんやったら後ろもないんですよ。後ろがめちゃめちゃ静かになって、それもなくなった。そしてそこ出口。そう。だからなんやろ。こっち側来たらすごい気配が薄くなったし、いや、女性の声してる。分かったかもしれんけど、今の声の。なんか、なんで言うてるかは分からへんけど、いや、そういうなんじゃなくてみたいな感じで聞こえたんです。で、例えるなら、おばちゃん。ああ、普通に会話、そういう会話をしてるってことですか。そう今、聞こえたのはね。これ何上、ここにハマ。いや、これあ、道がある。これ道、ほんまや、橋、ほんまや、橋や。なんだろ、これ橋や。水路橋とかあったね。あー、水が。あんまり住んでなく。ちょっと待った。ちょっとね、ちょっとガンマイク向こう向いて。なんか女性のみたいな。ほら、え、ちょっと待って、すごい不可解なのが、出たらなんでこんな聞こえんの。トンネルだけじゃなくて上からも。上から聞こえるんですね。これ根本的に何なんこれ、マジで。なんなんやろ。ここを入ってきたらなんかあっちも声しなくなる。そう。とある位置からものすごい無の空間があって、それを右も左も越えていくと突然また気配が強くなるというか、なんやったら外からも聞こえるし中からも聞こえるしのオンパレードで、今ここ全然大丈夫です。これがマジで謎。あ、もうこれが反響の音なんですよね。反響だったら僕今喋ってるこれも反響するので、反響じゃないですよ。だって反響であんな子供っぽい声とか女性とか男性とか、しかも複数にいるような反響なんかありえない。なんじゃこれ。発達支援グループ。私はコミュニケーション取るのが苦手です。次の方法で助けてください。お話はゆっくり具体的にお願いします。
市の職員を待ちますおまわりさんへ安心カード。え？この中にお願いしたいことが書いてあります。中を開いてください。びちょびちょの書いてない。何これ。いや発達障害の。お願いしたいことチェックもの。あー書いてないな。ヘルプカード、あなたの支援が必要です。でこれね、うん、助けてカード。ああのちょっと障害のある方がね。そう声した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 。でもなんでこんなとこに、こんな人の通らへんところにこの障害者のこれがあんの。問題は何かって言ったら、普通の道でこれがあるんやったら分かるけど、ここ通行止めになってる。そう人の通らないところになんでこんな、そういう子がここに来るはずがないんですよ多分一人でね。そうだってこれはその子に持たしてるから助けてカードってことでしょ。家族がわざわざこれを持ってきてここにしてるの考えづらいでしょ。まあ落としたとかね、ゴミなわけじゃないですからね。しかも持ってる人なんか考えない。なになになに、何このどんどん、何今の、え、何今のねえ、地震みたい。ドンドンって。いやいや、完全に今上だよ。ちょっと待って、ちょっと待って、今どうもしたんやけど、ちょっと待って、ちょっと待って、僕いや、ちょっと待った。聞こえます？今僕は何も、ずーっと女性の声がしてんの。ずーっとです。今こっちやね、ずーっと。で、一つ聞き取れたのは、助けて。今のを例えると、っていうのが、これがずっと聞こえてるの、僕に。で、その一部が助けてっていうのは分かった。あの、ずっと死って言ってるのは、あの長い空間、ずっと聞こえてるの。あ、今止まってる。で、方角、方角こっち、まあ、聞こえてる方角はこっち。そのどんどんで訴えかけてる可能性あるからね。わかります。このお化けの聞こえ方の こんな渦巻いた感じで届いてくる。僕今の女性の声めちゃめちゃ気になる。あんな聞こえ方したの初めて。なんか訴えかけられてるような気がするぐらい長い。俺はもう女の子が気になりすぎて、その最初の曰くの話で赤い服着た女の子って、女の子の霊が出るらしい。真っ赤に血で染まったようなワンピースを着たびしょびしょに濡れた髪の女性が話しかけてきたと。これ全部トンネルの中であったやつ。まあ、あれは偶然かもわかんないんですけど、絵も赤い服着た女の子だったから。はい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 。ちょっと待って、あのお助けカードとかってさ、いやこじつけかどうか今から見るけど、さっきの廃墟関係あるんちゃいます？霧がすごい。昨日あの感じからなんですけど、まあもちろん入れないのであれなんですけど、シーンと懐かしい、もうすごい声がする場所の方向なんです。入りはしませんので、ちょっと中を見させてほしい。で、おばあちゃんがいるんです。で、だるまがあって、翔平さん、子供っていう結構なキーワードあるじゃないですか。うん。これ、安全バターありますね。これお子さんいないとないですよね、ほとんど。もちろんもちろん。ちょっと入りはしないけど、あれさ、もうお札とかから。本当に薬、これ薬、あれお札とかなんです。だからちょっとこっち側で拡大で撮らせてもらうと、こういうで
だるまがありまして、こういう感じで下に降りると、これ拡大してます。まずお札、ということで、結論どうなったかというと、廃墟はね、気配も強いけど撮影はできないので、はい、このトンネルをノーライトで行きます。でこれがノーライトがどうなのかっていうのは、この GoPro つけとくので、ほんまに真っ暗なんですよこれ。今わかります？これですよ。今ライトつけたらこうなりますけど、この状況で足元だけ照らさせてもらって見えないので、で外髪にしててもね、めちゃめちゃこれする、うん、する。自撮りで行きます。失礼します。トリフィールドって持ってます？いつもある。それちょっとお借りしましょうか。これこれね、今僕が映ってるのはあれですよ、あの画面の反射なんで、今ここの内部画面がここのライトで僕が映ってます。また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 、今完全に男性咳払い、咳払いで中村いないんで、ちょっと待った、いや、これは怖い、はいはい、これは怖い。今なんか、うん、足音みたいなの聞こえたんですけど全く見えへん。だってこれで確認するしかないんですよ。今ここにいたら映ったら激怖くんなんですけど、これマジで。かつさん今ここにいたら、ここにいてくれたらちょうど画角的には。行った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 。壁向かって歩いてるなって。いや、完全に壁向かって歩いていくから、俺ちょっとうっすら見えてたんで。マジですか？なんか撮ろうとしてんのかなって思って。すいません、もうちょっと早めに言えばよかったな。あ、壁向かって歩いてるなって。いや、真っ暗すぎて見えないんですよ。全く見えないですよ。僕この辺歩いてるつもりでしたから。これ分かった。逆にこのスマホのこれだけ許して今3000う映してくれ。なってるなってる。いや急激に落ちてたで。今落ちました。なんかこの辺すいません、誰かいます？もしおられましたら何かカワッチに触ってもらうこと可能ですか？あ、来い。もういいもういい、触るとか。ちゅうかどこが気配強いかを探らんとあかんのです。あ、こっちだ。こっち。あっち。でしょう。線越えてる。こっちなんですよ。誰かいますか？収まった。女の子。ね、ここまあまあ気配強い。収まったり、なんかもう嫌だ。もう女の子が周り。え？
トンか。え？トントンか。ちょっと待った。ここやな。やっぱりここ。これもう真っ暗ですよ。こういう状態の、こういう状態の、こういう状態の、こういう状態です。で、助けてって書いてるカードがあるポイントですね。一旦ここでちょっと真っ暗にします。パッツさん？はい。もうここ固定で。お？いるな。いるのか。ここ固定で。なんか。急激に上がったり下がったり、ほら。じゃあそれ。いる？ここにいるの？風も強くなってるみたいな。なってる。し、頭痛い。つうか、風めっちゃ強くなってません？いや、もう強くなってる。さっきトリフィールド反応したぐらいから。これもう皆さん真っ暗ですからね。マジで。真っ暗です。おお、ああ、あ、危ない危ない、真っ暗、真っ暗、今着いた、ちょっと待って、今ドンって何？母ちゃん、ちょっと、マジで、ちょっと待った、あんなもん人為的にかからないんだよ、あんなドンならへん。ちょっと待って。迷う。あの、母ちゃん、もういいでしょ。マジでもういいでしょ。ちょっと引き上げましょう。今マジでドン言うたよね。引き上げよう。もうええ、もう取れたから十分ですな。全然イージーじゃない。いや、だからもともと気配強い言うてた通りですよ。すいません、ちょっとアピールいただいてビビって、すいません。もう一回、今真っ暗です。もう一回何かアピールいただいていいですか？母ちゃん、右肩触ります。もう一回何かアピールいただいていいですか？いや、これ触ってんのは、もし僕、そう、もし僕が聞こえたら一瞬聞こえるかなと思ったら、今聞こえました？女性、ずっと喋ってる。こっち。一旦出ます。もういいでしょ。終了です。あのね、マジでない。はい、すいません。え？いやいいですよ。いいどうぞ。今からマシンガントークしていい？尺の問題があるんで待ちでお願いします。はい、僕ね、毎回エンディング思うんですが、お前長いねと、もう悠絶に語ってる横の母さんの顔がずっといつも気になってるんで、エンディングの時は。まあ珍しく最後2人で行ったって感じですかね。うん、マジで真っ暗にしてて、壁に向かって歩いてた。いった、いや、見えなさすぎて。ああ、なるほどね。ああ、まあ、ライト歩いてくる。そう、はい、いた、はい、言うて。まあ、声聞こえてるのはもうジョージやん、ここ。うん、ジョージやね。だからもうそれはいいんやけど、トリフィールドがウィーン言うたから、あの石のとこやってんね。それが、ドーン言うた場所。はい。で、2人で静かにしてた。真っ暗にして。真ん中で。んなら、突然もうそろそろええかなって思い出したぐらいの時に、突然ドーン、人為的なやつですね。そう、マジで誰もいいひんのに、さっきのドーンと一緒にしたらあかん、ドーンみたいなになって、うわー言うて逃げたんやけど、真っ暗やから逃げへん。ああ、なるほどね。ほんでもうこれ僕焦ってバー出してつけて、ちょっと一旦冷静にと、しかも逃げてる方向反対やし、こっち来なあかんのに反対側に逃げてるから、とりあえず定点持って戻ってきたっていうお話。絵じゃないの、そのどうも聞いてないからですよ、これ。ちょっと待ってください。それだけ？いやいやいや、あんたももうそれだけ言うけど、あれ
どんな声か分かる？そう、あの真っ暗ということは、2人でたまには検証しましょう、暗くして行ってみましょう、行ってみました、壁にぶつかりました、声しました、落としました、ドーン、なんか腹立つね。ねえねえってことですか？いやだから声してるのはそうやし、はい、長い時間って言うてるのは、いや前見えへんからや。いや違うんですよ。そうそう、いやその女性のね、その騒ぎ声というかそういうのが聞こえたりして言ってたから、何かそこで掴んだのかなと思ったんですけど、いや掴めへんかった。ああ、了解です。でね、まあその辺の話言うんだったら、女の子って言うてるけども、確かに女の子も聞こえんの。でも僕の中ではなんかおばちゃんな。で、気になるのが、3人で回ってた時にずっと聞こえてた、あのわけわからん声、はい、おばちゃんので、そのうん、横見ました、今見てな、今中村のもここ、うん、なんか通りましたけど、あんた全然微動だにしてないけど、感じない、それ聞いても、まあいいわ、はい、そのおばあちゃんの声がずっと聞こえてた時の助け手が非常に気になるの。で、同じくその助け手カードあるやん。ああ、そういうこと。で、助け手カードあったやん、さっき見て思ったんやけど、もう一つ言うと、僕的にはそこの廃墟なんか関係あんのかなっていうとこないんやけども、そこは入れないから分かりまへんと、はいはい、なるほど。まあだから結局何か、もしかしたら女の子、まあ女性なのか分かんないですけど、姿形は見えないんでね。そう、見えない。音で訴えるしかないですからね。そう、見えないけど、お助けカードがそこにあるっていうこと自体はおかしいな、うん、だからまあ、だって障害持ってる方がこんな閉鎖された道に来るっていう話だし、来ることはない。可能性あるとしたら、ここの近隣の廃墟があるやんって思ったの。まあドーンっていう音で何かをね、やんで、それはあの分かりやすく言うたら、アピールくださいって言うたから、アピールしてもらったら怖かったっていう。了解です。はい、じゃあということで、時間がないので、次に行きたいと思います。締めたい。はい、あと残り4本ありますんで、あの次にちょっと。4本も無理やし、今声したし、そもそもこれエンディングいるっていう感じ、あのエンディングトーク、マジガントークせーの、いやもう必要ないぐらいの勢いで長いねんっていう感じや。もうそれが長い。帰る、帰ろう。お疲れ様でした。もう今日帰ろう。もういいよ、これで取れたかちゃんとある。お疲れ様でした。絶対ある。もう帰る。僕、今の女性の声めちゃめちゃ気になる。あんな聞こえ方したの初めて。そういう子がここに来るはずがないんですよ、多分一人でね。そう、真っ暗です。何か、もしかしたら女の子、まあ、女性なのか分かんないですけど、姿形は見えない。そう、見えない。音で訴えるしかないですからね。これ触ってんのは、もし僕、そう、もし僕